はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おやすチャンネルです。きゅうりの作業紹介動画です。今日はきゅうりの葉っぱをハサミで切って風通しを良くして病気を防いだりする作業を紹介したいと思います。では今日も頑張っていきましょう。イエイ。2020年8月8日午前7時53分です。はい、こちらの状態がきゅうりの葉っぱが、畝についてしまって風通しが良くない状態ですね。はい、はい、では実際にハサミを使ってきゅうりの葉っぱを切っていきたいと思います。はい、2枚ぐらいです。はい、このようにして、あ、切れ味が悪い。はい、このように作業を続けていくわけです。こういう状態になるわけですね。はい、いい感じになりました。葉っぱがこれでこのつるで、大きく開いているのが13か14枚ぐらいですね。またつるが伸びたらきゅうりを、上から下に下げます。はい、きゅうりの収穫位置はここら辺ですね。きゅうりがなってるのはここら辺ですね。そしてさっき見つけた、見えますでしょうか、見えますでしょうか。はい、きゅうりが隠れてます。取り忘れですね。葉っぱの陰に隠れて大きくなって規格外のきゅうりになってしまっています。こういうのは、そうですね、なくさないように、こういうのを、ないようにしないといけないわけですね。後で、はい、取ってしっかり収穫しておきましょうということです。はい、きゅうりの葉っぱを切った部分は少しだけお見せしましたが、 こちらを見ていただいたら分かるように結構組み合ってきてますね。はい、作業遅れてますのでしっかり頑張って作業、葉っぱ切ってやりたいと思います。1日で全部することはできないので、ローテーションで1週間ぐらいか、そうですね、で回るぐらい、全体を回れるぐらいに、はい、頑張って分割してやるようにはしてます。今午前7時55分ですけど、天気の良い日ならそうですね、10時半以降はもう入らないようにしてます、ビニールハウスで。上の方をちょっと見てもらったら分かるんですけども、遮光ネットしてますね。遮光ネットしていても、10時半にはもう真夏なんで大変なので入らないようにはしております。曇りでも、蒸し暑かったりしたら結構作業するのは大変ですね。空調服とか、服に扇風機がついてる服があるんですね。ホームセンターとかで売ってるんですけど、そういうのも買って使いながらもやってますけども、暑いんで熱中症になったら大変なので、午前10時か10時半ぐらいにはもう入らないようにして、体の体調を気をつけてやっております。はい、今日は、こんな感じですね。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おやすチャンネルでした。ありがとうございました。